どうも皆さん、不定期更新動画ヤンさんの部屋へようこそ。ヤンさんです。さて今日も始まりました、ヤンさんの部屋、よろしくお願いいたします。ということでですね、今日始まる前に2022年くじ運一発目から最高ですよという方もですね、まあ、くじ運はまだ使っていませんという方も、高評価とチャンネル登録、それからベルマークの通知ボタンを押していただければなと思います。はい、ではですね、まあ、前置きは置いといて、久しぶりに使って、はい、ということですね、前置きを置いときまして早速始めていくんですけれども、本日ご紹介するものはお出ししていきましょう。本日ご紹介するのはこちら、一番くじワンピース大海賊百景ということでね、こちらを本日はご紹介していくんですけれども、ヤンさん、ちょっとですね、まあ自分の不手際なんですけれども、1日ちょっとね、発売日を見誤っていました。やらかしてしまったと。まあでも、ちょっと寄ったコンビニで見つけられたので、急遽やってきました。なので、動画はすいません、撮れていませんが、ただ、写真は撮ってきましたので、写真とお出ししていきながら、まあいつも通りこっちで、ちょっと移動しながら、テロップさんにラインナップの紹介等をしていこう、してもらおうかなと思います。勘弁。はい。ではですね、テロップさん。いいでしょうか。いつでも OK ですね。いきましょう。せーの。はい、ということですね、ニャンさんちょっと、こっちもう移動してるわ。移動しまして、テロップさんに、まあ、ラインナップのご紹介としてもらいながら進めていきましょう。本日のニャンさんの狙いは、何章だっけ、ルフィとサボとヤマト、こちらのフィギュアを狙っていきたいなと思ってはいるんですけれども、まあ、結構、ラインナップが多いですよね。記念プレートもしかり、クリアファイルもしかり。なので、あとクリアファイル、こちらも、まあ、各ロットおそらく1個だった気がするので、こちらもね、ちょっといいものを狙っていければなと思っている次第です。さあ、テロップさん、まだ早いかな。もうちょっと伸ばしましょうか、じゃあ。はい。はい、あとですね、まあ、欲しいといえば、A 賞も、まあ、狙いっちゃ狙いですけど、あれちょっとね、取れたとしても、結構の大きさがありそうなんで、まあ、この、今取ってるところには入らないかなということで、まあ、どちらかというと、フィギュアの方を狙いでやっていこうかなと思っている次第ではございます。では、テロップさん、もういい？もういいかな？あ、OK ですね。はい、ではですね、テロップさんの準備ができましたので、早速、今日引いたショーの写真をお出ししていきましょう。いくよ、テロップさん。いきます。せーの。はい、ということでですね、本日出たのは、軽賞が2つ。何賞だっけ？愛賞が2つ。それから J 賞が1つ。ということでですね、愛賞と J 賞、こちらに関しては、クローズドパッケージちょっと出しましょうかっていうか、はい、では出しましょう。まず愛称が2つ、ちょっとバラバラになっちゃった、それから継承が2つ、入ってないんだよな、入らないんだよな、2つ、それから J 賞が1つと、はい、でですね、こちら先ほどもちょっとちらっとお出しした継承、こちらはクリアファイルなんですけれども、まあ選べるパッケージなので、こちらはね、ちょっとこの玉の、紹介だけにしていただいさせていただきまして、J 賞と I 賞は開封をしていきましょう。では先にちょっと K 賞をお見せしていきたいと思います。ヤンさんが取ってきたのは、じゃん、出てないんですけど、出ない、99と100取ってきました。ボリューム100、はい、でこの100番なんですけど、ちょっと見えるかな、はい、ホログラム加工になっているので、ちょっと普通のクリアファイルとは違う感じで、これ最高にかっこいいです、ね、ルフィ麦わらの一味がいたり、はい、でこちら99と100、それからもう一個はちょっとどれにしようかなと思ったんですけど、まああんまり選べなかったので、こちらをじゃん、85、86番、こちらホールケーキアイランドでサンジが、ルフィに借り入りたいと泣いているところですね。じゃあジンベエと、はい、
片栗、まあちょっとね50何番だったかな、60番のエースのが欲しかったんですけど、まあちょっとねなかったので、本日はこちらの2つを選んできました。あ、こっちからか。85、86と99と99と100と、はい、こちらを選んできました。開けずにね、ちょっとこのままのご紹介で終わりさせていただきますので、気になった方はぜひ引いて、あればこちら持ってみて取ってみてください。結構ね、いいクリアファイルはね、いくつあってもまあ結構使えるものなので重宝するかなと思います。ではですね、I 賞 J 賞をちょっと開けていきましょう。では開けていきます。ということでですね、開けました、はい、まずちょっとね J 愛称の方からいこうかなと思います。で、愛称の方は、あ、そうか、こうすりゃええね。はい、ラインナップがこれだけありまして、まあ、ヤンさんこの中で狙うんだったらサボ、サンジ、あとはかな、サボかサンジ、あとローとマルコもいいかななんて思いますね。では早速弾いていきたいと思います。これね、書き下ろしですよね。はい、はい、こんな感じで箱にしまわれていますね。せーの、ドン。おお、白ひげ海賊団、エースじゃねえよ、マルコ、白ひげの船の2番隊副船長、すいません忘れました、マルコですね。はい、マルコ1組はマルコ、あ、でも狙い通り、宣言通りといえば宣言通りだから、まあ、いい線来てますね。では2つ目いきたいと思います。何だこれ、ないっと、いきます、せーの、ドン。おでん、2個目はおでんでした。まあでもこの2人同じ海賊船に乗ってたんでね、結構つながりがある。あれ出ない、しまっちゃったな。おでんとマルコ、はい、結構この絵柄の感じはなかなか、多分 H 先生の書き下ろしですよね、おそらくね。結構かっこいい、マルコなんかね、主張の炎の感じも出ているので、すごく豪快さもおでんも出ているし、かっこいいですね。はい、ではこちら愛称はおでんとマルコでした。では続きましてこちら J 賞の色紙ですね。やっぱりこの中で狙うんだったらこちらサボとエースのか麦わらの一味のかっていうところですね。では引いていきましょう。うわー、出るかな、見た、すいません、せーの、ストン。惜しい、エースですね。はい、こちらもエース柄、こちらの色紙でしたね。すごいこれ集めて飾りたくなりますね。ってことでですね、本日はこちら、一番くじワンピース大海賊百景、こちらを本日はご紹介していきました。はい、ということでですね、本日はこちら一番くじワンピース大海賊百景、本日はこちらをご紹介していったわけなんですけれども、おそらく百巻記念でね、ワンピースも今すごく盛り上がっているので、こちらもねすごくかっこいいものになっています。こちらねクリアファイル、100番のクリアファイルなんかホログラム仕様でかっこいいですし、フィギュアもこの色紙も全部つなげて
1枚の絵になるもので集めてみるのもすごく楽しいかなと思います。こちらですね、全国のセブン…ちゃうわ、合ってる、セブンイレブンでやっていますので、見かけた方ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。皆さんの推しのキャラが当たれば最高に嬉しいですよね。はい、ということでですね、本日はこちら一番くじワンピース大海賊百景、こちらをご紹介していきました。本日のお相手はヤンさんでした。それでは皆さん、また次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。